どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんばんは。今日は2021年の1月の21日でございます。おーい、お茶飲んでおります。ただいま時刻は22時34分でございます。この時間帯に撮影するのは稀なんですけどね、はい、いつもはね、仕事から帰ってきてすぐ撮ります、はい、寝ちゃうから、はい。まあ、最近酒も飲んでないので結構この時間帯起きてるんですけども、まあね、コロナとかもすごいことになってますし、またね、画面がちらつくんですよ。またね、この OBS のウィンドキャプチャーの調子がおかしくて、どんなに調べても改善しなくて、またこれでモチベーション下がってるのもあるんですけども、まあね、いや、今日はちょっと一本撮ろうと思うテーマ決めてたんで、やろうと思ってやっております。よろしくお願いします。ちょっとね、画面ちらつくんでご了承くださいということでね、今日のテーマ、核です。軍拡です。俺の軍拡です。左上のね、私のイラスト、公式イラスト、これね、軍拡が好きで、ね、これにしております。はい。なのにずっと使っていない、申し訳ない。まあね、環境に適してないというのもあったんですけども、ここ最近ね、結構ね、使われてます。海外勢も使ってますということで、五軍ですが、ちょっとやってみようということでね、今日は、自分なりに考えた舞台を久々ですね、これ紹介していきたいと思います。はい。まあ、軍拡なんですけども、海外勢はね、核、劉備、趙、これ多いです。はい。まあ、前回紹介した攻撃勢のパターンの、その攻撃勢を、丸々核に変えるパターンが多いかなと思います。あと前衛型とかもあって、で結構ね、強いです。まあ、手動も結構増えてきたっていうのもあるのかな。うん、強いです。ということで、あと、あれか、宝物のね、所有万事も来て、呪装ダメージもね、底上げできるというところもあって、運用する人も増えてきたのかなと思います。はい。ということで、行きましょう。俺の核でございます。行きましょう。舞台なんですけど、まあ、一回ね、紹介はしてると思うんですけど、軍拡、大王、孫傑、よろしくお願いします。はい。で、先方からいきましょうかね。先方ですね。先方なんですけど、核が三軍集合バリューセットです。はい、最近流行ってますね。はい。本営のね、三軍集合、かなり流行ってるような感じがしますよね。はい。で、大王。大王が絶水利兵ですね。絶水利兵。はい。で、孫権が死刑妖術。ちょっと見えにくいところに僕の顔があるんですけど、これね、理由があって、ちょっとやってるんですけど、ここがね、めちゃめちゃちらつくんですよ。今ちょっとペカッとちらつきましたけど、ここがいつもずっとチカ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 するんで、ここを消すために私の顔を出してる。はい。ちょっと見にくいんですいません。孫権が死刑妖術というところでございます。はい。三軍集合最近強いですよね。まあ、このフルレッドのね、核だったら、まあ1万ぐらい回復結構してくれますしね。で、三軍、三武士、遺作、この2つの、主導戦法ですので、集合を発動させると。まあ、集合なんかね、発動しないイメージなんですけど、まあ、入ったら結構ダメじゃないね、あるんで。で、三武遺作ですね。三武遺作です。はい。三武遺作でございます。ね、主導。相手のね、主導。ね、発動判定時に、はい、呪装ダメージ当てるということです。はい。で、先に孫権いきます。孫権は死刑妖術ですね。妖術、もちろんね、魚でも、盗賊方の魚でもいいんですけども、やはり魚だと混乱してしまって、相手が、ね、主導戦法発動できないということになると、核のね、三味作が生かされないということで妖術を使っていると。そして今回見るのは大王ですね。大王、絶水利兵バリューセットです。はい。絶水利兵バリューセットとなっております。はい。まあ、大王はね、かねてから使ってみたいと思ってたんです。もうすごい火力もあるということで、結構戦って、いや、強えと思った大王、まあ、いっぱいありますし、まあ、テンプレではね、長年大王曹操とか多いんですけども、これがやっぱ強いということで、使ってみようということで、単純にちょっと入れてみようかなと。いうことでこのパーティーにしてます。で、何が強いって、その造兵ですね。造兵コンセプトとして、この造兵にまずするんですよ。造兵の効果でね、指揮戦法の影響を受けず、全ての被ダメージが 10%、 指揮戦法を受けずってめちゃめちゃ強いです。
まず両毛のね、白衣とこうとか、半径選出、これ食らいません。はい、新兵、食らいません。曹操のも食らいません。で、構想とかは食らいません。ね、義援も食らいません。義援の指揮戦法も食らいません。ダメージ当たらないです。というところで、めちゃめちゃ強いですよね。造兵がめちゃめちゃ強い。さっき見た半径戦術食らわないので、そこから高回転の絶水利兵をぶち当てていくと。で、戦術も食らわないので、まあ、分兵ダメージもしっかり与えていくと。ここでございます。はい。こんな感じですね。ざっくりいくとね。まあ、ざっくりいくとこんな感じです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ここ最近20戦ちょっとのね、戦歴保存してきたので、見ていきたいと思います。はい。まず、法政隊。法政隊はね、結構辛いんですよ。まあ、1ターン目にもうね、俺の相手のね、法政隊をね、1ターン目にね、カーンが飛ばしてきますから、固有を。で、バーって手動戦法を封じられるんで、まあ、辛いっす。辛いっすけど、まあ、孫権パイセンにそこは、妖術と、回避でなんとかしようというところです。相手、まあまあ、構成隊そこそこ手動多いですけどね。うん。1、2、3、4。言うて4ですもんね。4。まあ、勝ってます。ラッキーです。ありがとうございます。続きまして、義援です。これ、こっちがかなりね、あの、兵数少ないんですけど。誓ってます。まあ、これは置いといて。出た、これ。最近ね、この舞台というか、中衛が、あの、超瞬間のパターンが多いですね。軽兵部隊ですね。これは手動ゴリゴリですね。手動ゴリゴリパターンです。ありがとうございます。あ、出ました。盗賊です。盗賊、ありがとうございます。やっぱり、ね、弓両方落ちやすい。まあ、盗賊、めちゃめちゃ多いんですけど、まあ、孫権パイセンが分回らなければ、まあ、弓両風、関ね、あとは、超瞬間。違う。孫昌子。これ多いんですよ。韓国多いんですけど。落ちやすいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。チンキュー、ありがとうございます。まあね、結構ね、5連にも強いですよ。だって、白衣とこう、まあ、両毛ね、大王に当たってくれって思いますよ。白衣とこうのターゲットになってくれって。そしたらね、指揮戦法の影響を受けずって出ますから。新兵も当たってくれと願うしかないです。大王。あざす。あざす、あざす。余裕っす。データ、弱いのが追撃系です、今回。うん、ボロ負けしてんのもう、まあ、ウォー1体のね、僕の勝率 30% くらいですよ。30% 以下かな。20% くらい。もういいの、ほんと勝てない。きつい。盗賊っす。まあ、聴覚も落としやすいかな。聴覚も落としやすい。まあ、集合速化か。まあ、最近三手動はなかなかないですけどね。激性とかね。こんな感じ。集合とかね。そういうのが入って、指揮戦法とか、ね、受動とかが入って、まあ、手動3セットっていうのは本営でね、まあ、少ないは少ないですけど、うん、あれです。で、流行ってる集体やっぱきついっすね。やっぱり削りきれない。泥試合みたいな感じが多い雰囲気でございます。でもかなりね、そめちゃめちゃ打ち負けるっていう感じもないようでございます。まあ、集体は大抵前衛利兵とか、なんか企画とか賢者とかつけて、中衛にこうやって妖術とかつけて、本営がまあね、まあ、三軍とか、こんな感じ。4つぐらいあるのかな、一応手動はね。ありがとうございます。あ、技能値ね。技能値打ち負けた。ありがとうございます。はい、集大。はい、集大です。集大多いっす。集大です。あー、玄関ですね。超運とかもね。まあ、一気激成か。ありがとうございます。あー、もう泥試合。ありがとうございます。ドロジェです。はい、出ました。義援が多いんですよ。義援隊がね。ありがとうございます。まあ、義援のダメージがね、目録大王に通らない。まあ、曹操のダメージもね、通らないのがいいですよね。ダメージじゃないから。捨て下げも大王受けないのがでかいです。これ半径も受けないし。うん、ありがとうございます。半径新兵受けないですから、大王は。まあ、ちょっと馬超が暴れたら結構きついんですけどね。まあ、しっかりそこら辺は孫権パイセンにかけていくしかないっていうところは正直あるところでございます。はい。相手手動ゼロだから。手動ゼロですから。三無、遺作、無意味っていう。
まあ、ステは下げるんだけど、ステは下げていくんだけど、実装ダメージはゼロです。でも、圧勝っす。です。大王ね、相当ダメージ出しますからね。大王だけでこれ1万5000出るからね。でげ。でげっす。あれです。ゴレンジャー。これちょっとね、まあしょうがない。まあしょうがない、しょうがない。こういうこと、まあ、こういうこともある。こういうこともありますよ、第三国志。絶対にない。絶対はないです、第三国志。絶対はありません。ありがとうございます。ありがとうございます。これ何なんだろう。ああ、新兵対象の隊ね。バーチョー両毛立候のね、大凶パターン。まあ、大凶いいね、ほんと。大凶ほんといい。今回即番です。おー、ゾス、おゾス。こういうこともあります。第三国志です。赤3つ多い？大丈夫です。大丈夫です。孫権パイセンが何とかしてる。まあ、妖術でね、暴れてくれることもありますし、ね。はい、こんな感じです。ゴレンジャイ、あざっす。ゴレンジャイ、あざっす。ダメなんだよ、だから、食器場が。食器場と、まあ、王位は、まあ、なるべく回避していきたい感じですね。ボロ負けっすね、これは。今季一番のボロ負けかもしれない、食器場は。食器場回避していかないといけないなと思います。盗賊っす。あれです。ほら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 、まあ、食器場というかね、コンセプト一緒なんですね。馬体、馬体パーティー。ちょっと馬体パーティーはちょっと警戒しなきゃいけないなという。絶対手動ゼロだし。あ、ソータ、ニョセイ入れとるじゃん。ソータ、ニョセイ、そう、もみもみ先生が入れてた。ルオー軍パで。ソータ、ニョセイ入ってた。バカバカです。あれです。でもね、これ戦歴取るの20、今3取ったけど、完全に負けたのが3つですね。で、まあ、引き分けそこらとか、まあ、ちょいちょいあるけど、勝利も多くて、かなりいいねと。各いけるぞと。俺の各いけるんじゃねと。そういう可能性をね、見てきた次第でございます。はい。まあね、来季ちょっとね、軍拡復権してね、皆さん使っていただきたいと思っております。はい。軍拡に期待を。ありがとうございます。ということで、お酒は私になってくれませんでした。ありがとうございました。